まずは事実関係を確認することが重要と考えており昨日、私から本事案について徹底的に調査するよう事務方に指示したところであります。富士メディアホールディングスは2012年から2014年にかけて外国資本の比率が議決権ベースで20%を超えていた可能性があり放送法で定められていた開始規制に違反していた疑いがあります。 武田大臣は徹底的な調査を指示した上で、で全ての主要な放送事業者に対し外資規制違反がないかどうか確認を求めることも明らかにしました。